とりあえず女性の取締役比率を上げることは僕は大事なことだと思います。体と気持ちっていうのはやっぱりこう、繋がってると僕は思うんで、もう一頑張りって多分できないと思うんですね。男性の取締役だってもう無能なやつらにやむいわけですよ。まあ、あの、女性の取締役比率を上げる。 まあ、要はクオータ制みたいなあ話なんですけれども、まあその議員の比率も3割以上にしましょうとか、そういった話あります。女性特有のですね、例えばその生理だったりとか、そういった生理困難症なんて話もですね、我々予防医療普及協会でですね、 えー、なんとかしなければいけないということで、いろんなプロジェクトをやってます。あの、低用量ピルの普及活動だったりとか、埋め込み型のね、ピルなんか、そういったものもありますので、えー、そうすることによってですね、月に1回来るですね、そういった生理の困難症、こういったものをですね、なんとかしていきましょう、みたいな活動してるんですが、もう本当に動けないみたいな人も15%から20%ぐらいいるらしい。 まあ、さらにそれグラデーションになってますので、動けないほどではないけれども辛いみたいな方々も結構いらっしゃると思うんですね。で、そういった時にですね、やはりその権力闘争だったりとか、やる気の問題だったりとかで取締役になるかならないかとかですね、出世をするかしないかみたいなところでやっぱ気持ち、体と気持ちっていうのはやっぱりこう、繋がってると僕は思うんで、もう一頑張りって多分できないと思うんですね。で、そういったところを後押ししてあげましょうと。 もう一歩足りないんだけれども、いや、もうとりあえずその女性特有の大変さはわかるので、ある意味その下駄を履かせて、えー、その地位につかせてあげることによって才能を開花させる、そういった意味もあると思うんですね。なので、まあ玉石根高だとは思いますけれども、とりあえず女性の取締役比率を上げることは僕は大事なことだと思います。まずそこから始めないと何も始まらないと思う。いや、なんかすごく本当に有能な人だけを、 なんか、役員にしようなんていう風に言ってたとしたら、女性の取締役比率ってもっと上がってたはずだよね。だけど、それ以外のいろんなその身体的な問題だったりとか、そういったところがあって、多分、大事なところで不利になってるんですね。だから、それを何とかしてあげましょうねっていうことなので、僕は比率を上げることがまず大事だと思うし、それからまた考えればいい話なんですよ。男性の取締役だって、もう無能な奴ら山ほどいりわけですよ。男だって。だから、同じ。 僕もいろんな会社の社長さんとかと会ってきたけど、はっきり言って頭悪いやつの方が多いよ。うん。あの、学校の勉強的に頭の悪いやつは多いけど、なんかすごい、こう、馬力があったりとか、あの、人に好かれるとか、あの、コミュニケーション能力が高いとかですね。そういった方々多いんですよ。学がなくても魅力的な人とかいるんですね。 だからそれね、やらせてみないとわかんない。で、人はね、地位が人を変えるって言葉もあるようにですね、そういった方々も結構いらっしゃるので、最初からこう決めつけて、本当に有能な人だけを女性の取締役にすべきだ、みたいな、なんか一見真面目に見えるようなことを言うですね、意識高い系のバカなやつ、本当お前らはそうやって動かないからダメなんだよっていうふうに僕は言いたいと思います。